一応頼もう。僕今めっちゃ太ってるんですよね。人生で過去一ぐらい太っちゃってるんですよ。で今まで僕ダイエット何回もやってきて、例えばライスアップも行ったことあるし、食事制限もしたし、最近一日一食ダイエットもやってました。ことごとく失敗するんですよね。で俺ね、なんで失敗するんだろうなと思ったら、意志が弱いんですよ。例えば夜中に好きなもの食べちゃったりとか、酔っ払ってラーメン食べちゃったりとか、このままじゃいかんなと思って。でやっぱこう若い頃より太りやすくなってきて、このままいくとやばいと思いました。いろんなことやってきて失敗してきた僕がどうやったら痩せれるのかなと思ったら、やっぱ金の力しかないかなと思ったんです。で今回はもう絶対に美咲さんを痩せさせることができるってい うウルトラトレーナーみたいな人を、ね、見つけてきたんで、そのトレーナーに1キロ痩せるごとに10万円払うという契約で、ビシバシ僕を追い詰めてもらって金の力で痩せようかなと思ってます。もう仮に10キロ痩せれたら100万円を払いますっていう契約で、もうなんとかこの意志薄弱な僕を痩せさせてくれというプロジェクトでございます。これを見てくれた方、本当にこれで僕が痩せれたら、どんな意志が弱い人間でも痩せることできるのかなって思ってもらえるかなと思って、すごく意義があるかなと思います。今回こそは絶対成功させたいなと思います。早速トレーナーさんを呼んでみたいと思います。ジングさん。はい、失礼します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕のパクジュングと申します。よろしくお願いします。絶対痩せさせてくれるウルトラトレーナーだと聞いて今回お願いしたわけなんですけど、本当に痩せますか？はい、大丈夫です。今までなんで痩せさせるそんな自信があるんですか？僕はもうその人に合わせた食事メニュー管理、しっかりして、もうその人のやる気がなくなったとしても、週2でもやる気出させるためにトレーニングを一緒にしました。でそこで2週間で7キロ痩せた方もいます。でそこのまあ喜ばれたので、必ず帰れるなと思ったので、今日は名古屋から来ました、来て美咲さんを教えに来ました。本当僕意志弱いですよ。大丈夫です、必ず痩せさせます。本当に弱いんですか？いいんですか？本当に夜中にラーメンとか食べますよ。夜中にラーメンを食べてもその分トレーニングで食べた分しっかり落としましょう。なんかめっちゃ言ってることがめちゃくちゃだよなって、ラーメンのカロリー落とすのにどんだけトレーニングしないといけないか知ってます？知ってます。死にませんか、そんなことやってたら。大丈夫です、絶対に痩せさせますので。本当僕人生変えたいんですよ、痩せて。はい、なんで本当にもうお金はあるんで体重を減らしてほしいです。わかりました、じゃあ2ヶ月で10キロ痩せましょう。10キロ、はい、1週間に1回1キロ以上痩せないといけない。もうむしろ1週間で2キロ痩せさせるペースで僕はやります。もう、はい、心強いですね。はい、じゃあ本当人生変えてくれるってことであれば、はいはい、ぜひお願いしたいですね。絶対に人生変えさせますので僕が、はい、約束します。本当かな。はい、本当かな。大丈夫です。もういいよ、じゃあちょっと僕のなんか救世主ってことで、はい、これまで数々のダイエットに失敗してきた僕が今回本当に痩せれるか1キロ10万円チャレンジやっていきたいと思います。今がですね、7月の23日ですので、ここから9月の23日にマイナス10キロ痩せるように僕動くので必ず。マジか、はい、食事管理も徹底的にして、でそこからもうジムも週に行います。よろしくお願いします。絶対に痩せさせますので、はい、お願いします。お願いします。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。それではちょっと体重を見たいので、体重計に乗ってもらって、はい、一度よろしいですかね。はい。はい、行きます。80。ちょうどだ。ちょうど80キロ。ジャスト太ったな、結構。はい、ようやくジムに来ました。はい、じゃあ早速今日はトレーニングしていきたいなと思います。よろしくお願いしま す。今日は何やるんですか？今日は胸のメニューからやろうかなと思うんですけど、胸と腹筋をちょっと、はい、今日は一節ずつ、はい、まず初日などやっていこうと思います。はい、わ、はいはい、かりました。でまずはフォームからちょっとお教えしたいので、はい、一度重りをつけてやってみましょう。重い。重いですか。一度重りまでつけてみます。大体平均の男性で40キロ上げるのが普通です。基本になります。じゃあ先ほど教えた通りに、まずは10回やりましょう。はい、お願いします。はい、
はい、はい、胸の下に下ろしてくださいね。はい、1、2、3、10。どうでしたか？はい、もう帰るぞ。じゃあ、出会いしかないじゃん。もう一回行きましょう。余裕だ、こんな重りに足します。重りに足します。はい、重りを足していきましょう。はい、いいよ、もうこちらで50キロになります。10キロぐらいだとだいぶ辛い重さ変わりますので、じゃあこれも同じく10回やっていきましょう。はい、はい、お願いします。よし、はい、じゃあ胸の下で下ろしてください、ね、はい、1、2、はい、OK。 お疲れ様です。この次はなんですけれども、腹筋の方をやっていきます。はい、はい、ちょっと僕が見本の方をお見せしますね。週にやるの？はい、週にやります。これを30回。30回やります。はい、何セット？2セットいきましょう。2セットならまだ俺でもできるんじゃないかな。はい、さすがにこれぐらいできないとね。どうぞ。結構ハードな方なんですか、これ？これはまあこう初級です。こうです。これをバウンドさせます。超きついじゃん。あの、キープしてもらって、はい、いはい、3、4、5、6、7、8、9、20。スピードアップあと10回です。まだ20回？はい、あ、そうですか。じゃあ、まだ20回です。はい、22、30。今なんですけれども、腹筋やるときに結構足がぶらついてたので、こちらで足をちょっとキープしてもらって挟んでやります。何これ、もういいよ、こんなの。足がぶれないように。これを戻さずに、このポーズだけで辛いですからね。これは足上げポーズです。10秒休憩してからもう1セットいきましょう。10秒？何やってんだ、これ。じゃあ、2セット目、お願いします。足を伸ばして。何をやってるんだ。はい、行きましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。もう少し頑張ってください。はい、10秒。20、あと10回です。ちょっと待って。ラスト10回。ああ。頑張って。はい。今日はこんなところで、次はちょっとレベルアップしてやってきますので、今まだ初級です。どんどん中級、上級って感じでやっていきます。よろしくお願いいたします。はい、押しつぶします。もっと力、しっかり耐えてください。そうです、そうです、しっかり耐えて、吐いて。ケンタッキー太るんですか？太ります。今ケンタッキーの話じゃないです。はい、そこからもうマックスで、そうですね、持ってくる、そうです、で上げてもらって、1、そうです、伸びる、こういう感じで、まあ足を伸ばしてもらって、腕をかけて、そうです、そうです、もっと早く、バッてます。あ、いいっすね。はい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 、待って、頑張れば1キロ、2キロ痩せます。何分まで？あと10分。あと10分だけ。2、3、4、5。どうぞ。
俺本当に食べたばっかだもん。ほら、もっと太ってるし、もしさっきより増えてる。ダイエット開始してから2週間くらい経ちましたけど、美咲さんのダイエットの成果はどうですかね。正直最初80キロから測って今78キロまで落ちたんですけど、はい、でも最初は本当に頑張って2キロ痩せたんですけど、それからもう一個もちょっとサボり癖がついてしまったのが全然痩せなくて、で間食とか普通にしちゃうし、ケンタッキーも食べちゃうし、うん、トレーニングをもっときつくした方がいいですかね。そうですね、はい、もう今までこうやってジムで涼しい部屋で1時間やってたんですけど、まあ一向に変わらない。やっぱり、まあ、忙しいのは分かるんですね、はい、携帯とかこうやっていじって、はい、ね、休憩もやっぱり確かに確かに僕が言ったことも正直真逆のことをするのでゆっくり動かしてくださいって言ったら早く動かしとか、めちゃくちゃ早いし、はい、僕のメニューを言うこと聞いてやらないので、シンプルにきついトレーニングをやっぱランニング有酸素系ですね、はい、外で1時間走るとか、はい、もうそれにちょっと変更して、はい、で次回その77キロに落ちなかったら、うん、地獄のトレーニングにちょっと切り替えていこうかなと思ってます。8、9、これ止めます、10回で、次こっち10回いきます。1、2、佐々木さんのペース早い。いいペース、競歩レベルの。2ヶ月間のダイエットプログラムをしまして、現在9月23日です。2ヶ月でどれだけ痩せたかっていうことでちょっと体を見たいんですけども、どうですか。痩せてないと思う。いや、一回握ってみましょうか。多分痩せてないと思う、でもだいぶ胸筋とか、いや、どうですかね、締まってきましたね。どうですか、力がついたりとかして。はい、どうですかね、ちょっと一周回ってます、ね、あんま痩せてないんじゃない。いや、どうでも胸筋は出ましたね、だいぶ上がったと思います。なんで良くないの。いや、飲み食いでも結構されましたよね。うん、飲み食いしなきゃやってられない。でもそれだけでも体重が少しでも変わってればと思うんですけど、うん、体重計に乗ってもらっても大丈夫ですか。はい、ズボン脱いだ方がいいです。ズボン脱いだらこれ立憲とか YouTube で運命の。おお、44キロ。やっててる。え、めちゃくちゃ痩せてるじゃないですか、これさ。いや、うわ、新記録です。え、ちょっと正直驚いてますね、これは。いやめちゃくちゃ嬉しい。74.9キロになってます。え、めちゃめちゃ痩せてる。え、痩せてる。頑張ったな、自分が。スタート80キロなんで、マイナス5キロ増えて。同じだ、あれ。まだまだ。じゃあおかわりしますか。もちろん。おかわりします。73までまだ落とさないと話すことあるのよ。なるほど。じゃあどうしましょう、期間は。延長でしょ。確かに。73まで行きましょうよ、やっぱり。なるほど。そこは。73まで行ったら認めますよ。これじゃ認められないよ、正直。でもちょっと感動しませんでした、この数字。いや、当然の結果ですと。当然ですか。いや、でも5キロ以上してます。5キロ以上してます。ウォーキング1日2時間とかしてるんですよ。でも食事制限とかお酒、食事と酒は飲みまくってましたけど、飲みまくってて、これはでももっとすごいと思います。努力の賜物ですよ。いや、こんな話にならないと思いますね。もう一応1キロ落としたら10万円っていう。いや、ダメだ、延長だ。延長ですか。まだ払わないですか、もらわない。めっちゃ払ってないですか。70だと、これからね、写真とか撮ったりしないといけないから。
じゃあ10月末までやります。めっちゃ交通費とかってそれだと痩せさせたら出ますよ。ちょっと怖いな。大丈夫ですか。これ多分またもう73人行きましょう。絶対行こう。それぐらいやっぱりやってこないと。よし、じゃあそういうことで延長ということで延長解散。延長の条件とかなんかないなんて言うの。ペナルティと三崎さん。ない、ない違います。それとも僕の意見も聞いてほしいです。やだやだ。聞いてほしい。これで逆に痩せなかったらちょっとやりましょう。いや痩せん、ジョングさん痩せなかったらどうしますか。視聴者に1000万円プレゼント視聴者したらだっていじめてくるもんだもん。いや、それでいきましょう。足りなかったらグラム数かけるいくらみたいな。いやグラム数かけるそんなんじゃやりきれねえ。1万円グラム数かける1万円ですか。あ、いいですね。グラム数かける1万円でいきましょう。73なんで、例えば75だったら、2000g なんで、2000×1万で2000万円取れるぞ。まあいいや、とにかく、はい、延長で、やっぱこれダメだ、このままじゃ。よし。ちょっと待って。じゃあ、分かったぞ。それはその視聴者のやつは OK ですか。え?70×。73kg にしましょう。73kg、逆に、ペナルティーつきましょう。きつかったんだけど。